ング賞発表。ア・リーグはコールが満票な。リーグはスネルが史上7人目の両リーグ受賞。両リーグの投票選座は初年度ながら7位。コールおじさんすげーな。やっと名誉サイヤング候補から卒業やね。やっぱ選座はイニング数足りなかったか。去年の大谷とほぼ同じイニングなんやけどな。終身名誉確変サイヤングスネル投手。でもなで取ったし歴史に名前残すんやろな。毎年安定した成績出して逃した選手は気の毒や。千賀も以内なら翌年以降年俸100万ドルアップの条項あったのに惜しいな。この条項翌年以降5位以内でも累積するし、もし故障して5年契約全うする羽目になった場合とかに何気にでかかったで。はい、マジか惜しいな。これこういう微妙に足りないのを逃すのは悔しい。選ばれないとスネルからな。スネルって何時に舐められすぎだったけど、サイヤング2回とか準レジェンドやん。サイヤング3回で殿堂入りしてない選手おらんらしいけど、スネルが殿堂入りって言われるとFA ランキングはスネルより山本のが上わら。今年サイヤングのスネルより向こうで1回も投げてない山本が上はおかしいやろ。スネルってすごいのに他の年に化け物多すぎるのと、本人が活躍した年が消去法で好投手に選ばれてる感があるせいで過小評価されてるよな。山本の評価が高いのもあるが、スネちゃまがサイヤング2回とかいう実績の割には評価低いというか、なんというか。スネルは1回目取ったのがおかしすぎ。スネルの確変力は凄まじいな。スネルさんサイヤング賞2回の実績引っ下げて、いざ FA なおそこまで高騰しない模様。スネルっていろいろ細かい指標怪しい部分あるとはいえ、先発左腕で平均96マイルのファイアボーラーならもっと貴重に見られて良さそうやのにな。FA 年だけサイヤング賞取る投手欲しい？同僚のバーランダーが取ったからあんま騒がれなかったけど、2019はどう考えてもコールダは実質2度目の受賞をめ。